クオリアーは、栃木県を中心に、茨城県東京都で事業展開している学習塾である。創業者は、川内博之。1976年、宇都宮市中都祭において、杉の小学習塾の名称で開業した、個人経営の学習塾が発祥である。この学習塾は、1980年に、株式会社杉の小学習塾の名で法人として、 設立される。翌1981年には社名を株式会社総合教育杉の子アカデミーに改称している。1980年代には栃木県内の各都市へ学習塾事業を拡大するほか宇都宮市内に幼稚園を設立している。なお、この幼稚園は正規の一条学校である。1996年には社名を 株式会社アカデミーに解消している。同時期に宇都宮高校と宇都宮女子高校への進学志望者を専門に取り扱う校舎として進学塾アカデミーを設置する。2003年頃から従来の校舎を進学塾クオリアーに解消した上で栃木県内で事業拡大を続けるほか2007年には茨城県有機市に2009年には つくば市に進出している。ただし、先日した宇都宮高校、宇都宮女子高校向け専門校は解消せずに、引き続き、進学塾アカデミーを称している。この教育事業により、未来を切り開く上質な人づくりを社世とし、世界に貢献する人づくりを標榜している。この一環として、CSR 活動にも力を入れ、カンボジアに小学校2校、 ネパールに小学校1校を建設。地元の栃木では、県の少年サッカー、クオリーやバイの主催し全国中高女子、アイスホッケー大会の講演も行う。創業者の川内博之は、新宗教、幸福の科学2990年から2006年まで在籍し、2009年5月には、幸福実現党栃木県本部代表に就任して、 国政選挙に出馬した経験があるなど、幸福の科学と関係が深い。アカデミーグループ社会活動より、PHP 研究所人名辞典より、川内博士オフィシャルサイトプロフィール。公式サイト。2009年8月19日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年12月7日閲覧。ありがとうございます。